チャールズ・ライト・チャールズ・ライトに参加し、日本などの植物採集を行った。コネチカット州のウェザーズ・フィールドに生まれた。イエール大学で古典と数学を学び、1835年10月から、ミシシッピ州の農園主の家族の家庭教師を務めるが、2年後に雇い主の事業が失敗したため、テキサスに移り、地質調査の測量士、教師として働いた。 その間、アメリカの植物研究の中心人物、エーサ・グレーのために採集した植物を送った。1849年に陸軍のテキサス地域の調査に参加し、ガルベストンからサンアントニーをエルパソを調査した。1851年にはアメリカとメキシコの国境地域の調査に参加し、この2つの調査の成果は、 エーサグレイによって、ナイトンのテキサスとメキシコの植物にまとめられた。1853年から1856年の、リングゴールドとジョン・ロジャースが率いた、合衆国北太平洋調査探検に、植物学者として参加した。当初の目的は、アメリカと中国の間の航路の調査のためで、探検隊は、大西洋経由で、1854年に、香港に到着した。 この時期、中国で太平天国の乱が起こり、艦隊が警備活動に暴殺されたことと、日本の開国により、日本沿岸の調査が可能になったことから、1854年に、小笠原諸島、沖縄、奄美諸島、日本の海岸の植物調査を行った。ライトラの採集した、島桜、小笠原母長寺、ウバメガシなどの標本は、専門家によって、 新種記載された。1856年2月に艦隊がサンフランシスコに着くと探検隊を離れニカラグアに渡り、1856年から1867年の間はキューバの調査探検を率いた。1859年からドイツ系のキューバの博物学者ファン・グンドラッハと共にモンテベルデやカルデナスの周辺地域を調査した。ナスカの種、 ダチュラライティやキツネの孫家の俗名、カーローライティやタイランチョウ家の鳥の種名インペドンクスライティに、県名されている。シーライトは、植物の学名で命名者を示す場合に、チャールズライトを示すのに使われる。ありがとうございます。